あ、映りました。お願いし映りまました。ありがとうございます。国立環境研究所の尾鷲と申します。国立環境研究所って聞いたことがある方もない方もいらっしゃるかと思いますけれども、国立研究開発法人ということで、この後講演のありますニムスさんとかと同じような機関になります。で、今回はですね、グリーン OA コンプライアンスのモニタリングと基幹リポジトリの運用ということで、国立環境研究所では実はまだ基幹リポジトリ、大学さんと違って、公開が遅れてまして、これからリリースをするというところです。そういった中で、どのようなことを考えながら行っていくのかを解説していきたいなと思います。で、本日の内容なんですけれども、まず簡単に国立環境研究所の、紹介と、それから研究成果公開のコンプライアンスについて、それから、関連情報を含む研究成果の把握の必要性などについて少しご紹介したいと思います。まず国立環境研究所とそのミッションです。国立環境研究所は、茨城県のつくば市にある国立研究開発法人になります。環境省の所管です。で、1974年、公害問題が非常に大きな問題になった頃に発足した比較的新しい研究所です。で、2001年にですね、独立行政法人国立環境研究所と解消されまして、2015年に機関の法改正があって国立研究開発法人になっております。で、職員の構成と専門分野なんですけれども、職員はですね、大体4分の3が研究実施部門に所属しています。で、残りの4分の1の、スタッフでですね、それを支えているような感じになっています。で、研究系の職員の専門分野としては理学、工学、農学が多いんですけれども、他の研究所とちょっと違うところが、経済学だとか法学、あと学術といったような人文社会科学の研究者もいます。その点において、論文の扱いだとか、あと研究データの取り扱いなども、少し多様性があるというのが特徴です。ただ、人文社会科学系の研究員も含めて、博士号の取得率が95.9%で非常に高くなっております。国立環境研究所の、主なその重点的な取り組みについて紹介させていただきます。研究で、国の研究所になりますので、当然のことながら研究課題への推進というのは入ってくるんですけれども、一番下にありますですね、研究成果の積極的な発信と政策貢献、社会貢献の推進といったようなところが、含まれています。このような点も含めて、研究成果の公開とか発信は研究所の重点的な取り組みの一つとして位置づけられています。続きまして、私の所属しているその環境情報部というところなんですけれども、そこでどのような業務を担当しているのかを紹介させていただきます。私の所属しております環境情報部は、環境情報や研究成果の提供と情報基盤の管理などを行っています。なので、基幹リポジトリなどを立ち上げようといった場合には、やはり情報部の方で運用の方をお願いしますということで、今これから始めようというところになっています。で、私はですね、情報部の所属ということになってるんですけれども、その中で、図書館の業務なども担当しています。で、この情報部の中で図書館がどういう位置づけになっているかなんですけれども、3つ部屋があって、
研究成果の公開を担当している情報企画室、それから環境情報の収集をしている情報整備室、そして情報基盤の整備をしている情報管理室の3つがあります。で、もともと図書館は研究者へのその図書とか、それからそういったデータですね、そういったものを提供する基盤を作るところというところで、一番下にある環境かあの情報管理室に、所属されていました。で、ところがですね、現在もうほぼ電子ジャーナルなどが進んで、図書館の中で何かこう資源を管理するということがだんだん減ってきています。で、そのような環境の変化もあって、図書館は研究成果の公開や提供を担当する情報企画室に、組織替えが行われました。で、この時点で、図書館の任務として、単にですね、研究者にジャーナルなどを提供するだけではなくて、研究成果を公開するような場を作る、業務も含まれるようになってきています。で、このような中で、危機管理ポジトリを、立ち上げようということになったわけなんですけれども、研究成果公開の上でどんなコンプライアンスが求められるかについて少し考えてみたいと思います。研究成果公開におけるコンプライアンスとしては、研究機関としては留意すべきコンプライアンスは2つあると思います。で、1つは研究助成機関に対してのコンプライアンスです。で、こちらは研究資金提供元の、研究公開ポリシーの遵守だとか、説明責任ですね。特に税金を使って研究を行うような場合には、研究成果を公開することが求められます。また、それと合わせて出版社に対しては、当然のことながら著作権の権利関係、そういったものを遵守していく必要があります。この2つを守りながら、どのように研究成果を公開していくのかといったところを主軸に置きながら、リポジトリの運用を考えています。その中で、コーラスのダッシュボードをですね、今年の4月から利用させていただいております。で、こちらが国立環境研究所で公開、成果を発表している、その研究成果の資金元の情報なんですけれども、助成機関としては、科学研究費補助金、いわゆる科研費と言われている文部科学省や JSPS のものが、圧倒的に多いんですけれども、JST の、大型の資金もあります。また、環境省所管の研究所だということもありまして、環境省の推進費の成果も多くなっています。また、一定数米国の助成の出版などもありますので、やはりですね、いろんな補助機関の、ポリシーを把握していくことが大変難しい状態になっています。なので、環境研究所としては、これらの助成が要求している研究成果の公開に応じることが求められています。その中で、特に多いこの3つについて少しご紹介します。JSPS ですね、いわゆる科研費に関しては、論文の公開を推奨されています。これは先ほど中島先生からも紹介があったと思いますけれども、JSPS の場合は、グリーン OA もしくはゴールド OA のどちらかで、論文を公開することを推奨されています。続いて JST ですね。JST は論文は原則公開となっています。で、先ほどのお話でもありましたけれども、グリーン OA が推奨されています。なので、弊社の場合ですね、基幹リポジトリがないので、プレプリントサーバーなどを使わない限り、グリーン OA での公開が難しいような状態になっているというのは、やはり問題があるのではないかというようなところもありまして、基幹リポジトリの
構築が求められているところです。それから JST の場合はゴールド A も選択が可能になっています。研究データの方はDMP で公開するか非公開にするかを定める必要が出ています。で、一番下にあります、MOE というのは、これ、環境省の略なんですけれども、環境省の方の推進費の方は、論文と研究データを機械可読、可能な方、ファイル形式で公開することを要求されています。なので、論文と研究データ、両方ですね、公開することが基本的には求められているような状態になっています。ただもちろん知財などの関係で公開できないこともあるので、すべて絶対にとは言われていないんですけれども、極力デジタル的な形で公開することを要求されています。まあ、このような中で基幹リポジトリの運用を考えていく必要があります。で、実際に今現状ですね、国立環境研究所でどのぐらいの論文がオープンアクセスになっているのかというのは、実は図書館のスタッフが主導で調査をしています。で、オープンになっているかどうかの他に、ウェブ・オブ・サイエンスですね、クラリベイト・アナリティクス社の情報をもとに、インパクトファクターが高いものと低いもので、どのぐらいオープン化に差があるのかを確認しています。で、その結果がこちらなんですけれども、まあ、第一分位というのはその分野の中で特にインパクトファクターの高いジャーナルになります。その特にインパクトファクターが高い、評価が高いと言われているもののオープン化率は36%になっています。で、一方でですね、ウェブ・オブ・サイエンスになんとかこう掲載はされるんだけれども、そんなにインパクトファクターが高いわけではない、ジャーナルの場合は83%がオープンになっています。これはゴールド OA の割合ですね。なので、その点から見るとですね、特にインパクトファクターの高い、評価の高い論文は APC が高くて、研究者の方がですね、研究資金の中で抽出できないという、捻出できないという問題があります。そのようなこともありまして、評価の高いジャーナルに掲載された論文ほどオープンになってないということが、分かってきました。この点からも、グリーン OA でできるだけオープン化を進める必要があるというふうに考えています。このような2つの点からですね、環境研のリポジトリが担う2つの支援ということで、1つは広報業務として、まあ、環境研究所の刊行物だとか企業のようなものをですね、オープンにするっていうところがあるんですけれども、まあ、もう1つが研究成果の公開をもっと支援していこうということで、まあ、論文と研究データ両方を公開できればと考えています。で、まあ、その中でですね、では何を優先的にオープンにするしていくかといったところで、まず、まあ、ゴールド OA になっている部分は一旦 OA になっているので、そうなっていない部分を優先的にオープンにしていこうというふうになりました。その中でコーラスのダッシュボードを活用させてもらっています。で、こちらがですね、オープンアクセスになっているものとなっていないものの割合になっておりまして、出版社のサイトでオープンにされてない成果をまず基幹リポジトリで優先的に公開準備をしようということで、この赤にこうなっている部分をですね、まあ、CSV ファイルで抽出して基幹リポジトリに実装するというような方向で、考えています。で、ただグリーン OA の場合、当然のことながら著者の、許可が必要になりますので、一旦ですね、研究者の方に CSV で出したデータをもとにオープン化しませんかということで、声掛けをするような運用をしていきたいと考えています。で、こちらが今、私が必死になって作っている環境系のリポジトリの、まあ、とりあえず一旦トップページだけ作ってあるんですけれども、国立情報学研究所のジャイロを活用させていただいています。で、その中で、
まずですね、論文の公開は当然行うとして、グリーン OA のコンプライアンスを遵守したバージョンでオープン化していければと考えています。それと合わせて、弊社では研究データに独自でデータサイトなどの DOI を付与しています。で、これらのものはリポジトリの外側にあるものになりますので、外側にあるデータに関しては論文と紐付けられていればリンケージをしたいと考えています。また、そうなっていないものに関してはリポジトリなどでの公開も現状考えているところです。続いて、関連情報を含む研究成果把握の必要性です。環境研で考えている基幹リポジトリの使命としては、研究助成機関のポリシーを遵守したオープン化の基盤、すいません。それから、より有益で正確な研究情報の公開ということで、できるだけ研究データと合わせた形で公開をしたいと考えています。それから、OA ジャーナル、OA ポリシーの遵守で、著作権やエンバーゴ機関の遵守を守っていきたいと思っています。で、これらをですね、実装するために、まずこの3つの、情報が必要になるわけなんですけれども、弊社の場合、研究助成の管理は、企画部というところが行っています。で、研究成果の管理は、企画部と情報部が一緒に開発しているデータベースで管理しています。で、DOI の付与、こちらは研究データだけなんですけれども、環境情報部で行っていて、それぞれですね、データベースがバラバラになっています。で、かつ、各データベースのリンクはできていませんし、担当者も違うので、基幹リポジトリでこれらの情報を集約したいと思ったときに、非常に情報の集約が困難になっています。で、それをですね、コーラスを使って、なんとかこううまくまとめられないかと考えています。で、こちらがコーラスで出力したデータの一部なんですけれども、まずですね、論文の DOI のデータがあります。それから、助成機関ですね、この場合だと環境省がエージェンシーになっています。それからデータセットも最近増えてきていまして、こちらにこの論文のデータセット、使われたデータセットの情報が入っています。で、この10.17595っていうのは環境研で付与した DOI のデータセットになりますので、DOI で実際に付与したデータが、あと論文でどのように使われたかについても把握できるといったところもコーラスのメリットかなと考えています。そして、これらのデータが毎月追加更新されて送られてくるという点も良い点だと思っています。で、このような情報からですね、研究助成機関、論文情報、研究データの情報がですね、それぞれバラバラにあるデータがこのように、こう一つのフォーマットで知ることができるというのは非常に大きいメリットかなと考えています。そして、もう一つのメリットとしては、エンバーゴ機関の確認ができるというところです。基幹リポジトリを運用されている方は、セプラロメオなどでジャーナルポリシーを確認されたりすることがあるかと思うんですけれども、セプラロメオのデータだとですね、例えばアクセプトバージョンは12ヶ月エンバーゴがありますよと出ていても、12ヶ月っていつなんだろう、12ヶ月後って実際いつの何月何日なんだろうということが、分からなかったりします。で、その点ですね、コーラスの方で論文単位で見ると、リユースのスタート日なども確認することができるので、できるだけ早い公開などに持っていくことができるかなと考えています。最後にとまとめをさせていただきます。コーラスのインスティチューションダッシュボードのサービスのメリットとしては、助成機関ごとの成果の公開状況がまず把握できるということで、助成機関の公開ポリシーの遵守につながるということがあります。
そして DOI が付与された研究データを使用した論文であるかどうかを確認できますので、研究助成機関や論文、研究データの情報を一つのフォーマットで俯瞰できます。リポジトリのメタデータとして研究データのありかを追加すべき論文が把握できるといったところは、基幹リポジトリの、運用する上では非常にありがたい、データとなっています。そしてオープン化の状況の把握が非常に多いということで、今回ちょっと紹介していないんですけれども、クリエイティブコモンズライセンスの情報なども付与されていますので、プレスリリースなどの図表などでも利用することができるかと思っています。で、このライセンスの情報は結構著者自身も忘れてしまっていることがあるので、有益な情報になるのではないかと考えています。最後にコーラスへの、今後の期待ということで、筆頭著者もしくは責任著者の論文だけをソートできる機能があると非常に助かるなと考えています。それから DOI が付与されていないサプリメンタリーデータの、有無が判別できる機能があると、基幹リポジトリの方にですね、それらのデータを取り込んだりすることもできるかと思うので、追加してもらえるといいなと考えています。それでは少し駆け足になりましたけれども、ご清聴の方ありがとうございました。以上になります。はい、大橋先生、どうもありがとうございました。やはり研究機関の、特性といいますか、研究データについての、その利活用について、取り組みがなされているというふうに拝聴いたしました。時間の方が来てしまっておりますので、Q&A の方にですね、ご質問いただいておりますので、大橋先生、テキストでのご回答をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。